YouTube リーアニメ監督の木村博史です。今回はアニメ演出講座タイムシートの付け方についてお伝えしていきます。はい、こちらがね、タイムシートなるものですね。まあこれにね、原画番号を振ったりして絵をどうやって1秒間で動かしていくかっていう指示を入れるものですね。ちなみにこのタイムシートなんですけど、アニメをやってる人が全員知ってると思わないでください。基本これを理解してるのは演出さん、そして、アニメーターの方、この2つの職種の人は確実に分かってる。もちろん制作の人とかね、当たり前ですけど撮影さんの人とか、まあ CG さんの人たちも分かってるんですけど、大まかに言うと音響さんですよね。音響さんにこのタイムシートでこんな風に動いてますって言っても、は？って言われてしまうので、そこら辺、一つ覚えておきましょう。そしてね、このタイムシートいろいろ書いてあったりはするんですけど、まあそこを一つ一つ説明していきますね。まあナンバー、これ話数ですね。まあじゃあ1話にしときましょう。タイトル、じゃあまあブリオアニメみたいなね、感じにしときましょう。タイトル書きます。まあシーンは劇場の時は書くんですけど、テレビの時はあまり書かないことが多かったりはしますね。あとまあ CG の場合だったらシーンごとに、したりするので、まあシーン5とかある場合は書きましょう。で、じゃあカットナンバーはカット1にして、でここのタイムっていうのは秒数ですね。で名前っていうのは、これは原画マン、アニメーターの名前ですね。じゃあ一応木村という形です。で、今回1枚目ってことなんで、11にしています。はい、まあ2枚目だったら21という感じになっていきます。で、ここに撮影処理とか入ってるんですけど、まあここら辺からいっぱい説明していくとちょっと長くなってしまうので、今回は演出が絵コンテ撮を作る上で知っておきたいコツというお話なので、まあここら辺のね、撮影処理とかは、端折っていきますね。この AR ってアフレコですね。ここにまあセリフを打っていきます。例えば僕だったら木村っていう感じですね。で、ここにおはようとかね、そんな感じで打ってったりはします。で、こっちのアクションがまあ原画のシートで、こっちのセルっていうのが動画のシート。で今回はコンテ撮になりますので、こちらの方に、つけてってもらえるといいのかなと思っていますと。で、その中でね、セル、基本 ABCDEFGH、ここまでまあレイヤー使えますよ。まあこれ以上も使えてたりはするんですけど、まあそういうもの。まあカメラっていうのはここに、例えば1秒間で、パンしてほしいとか言うんだったら、こういう風に書いていきましょうねっていう、まあそういうものですね。ともう一個がこう246で、最後24のところで、太線がついてたりはするんですけど、ここなんですけど、アニメの場合っていうのは24コマで1秒間なんですよね。これが基本大前提だったりはしますと。と今皆さんが見てるテレビの方は本当は30フレーム、1秒間を30で割ってたりはするんですけど、アニメの場合はアナログ当時、いわゆる地デジ前ですね、アナログの当時はいわゆる1秒間を24コマで割ってたので、その名残でやっていますと。だったら今地デジなんだから30フレームに30コマに、した方がいいんじゃないの、それの方がいいでしょって思うんですけど、もちろん17、8年前ぐらいですかね、地デジに変わったのってね、その時に、30フレームのシートっていうのを作ったんですよ、各会社が。ただしやっぱりその6コマのズレっていうのにアニメーターや演出がやっぱりついていけなくて、今までこの24コマで染みついている体の中のタイミングの感覚っていうのがあるんですね。それが30のこの6コマずれるところで、どうなるのみたいなね、ところでついていけなくなってしまったので、やっぱりアニメーターの方は24コマで作って、それを最終的に、ビデオ編集に持っていくときに30フレームにアップコンして編集して、最終的にテレビ局に納品っていう形になりました。なんで1秒間に24枚の絵があって、それがパラパラ振られることによって、動いていくというようなものになっていきますという感じですね。まずはここが、タイムシートの基本的な考え方ですと。そしてね、今回一番大事なのは
タイムシートのセリフをつける。基本ね、セリフは演出さんがつけるもの。そのつけたものをカッティングで監督さんとか編集さんに見てもらって、それを声優さんに渡してセリフを言ってもらう。なので演出さんがまず自分で喋りながらセリフを決めなくちゃいけないんですね。で、さっきこのアフレコっていうところにセリフを書きますっていうお話はしたと思うんですが、このね、カットさんで、あ、かおりちゃんおはようっていう、まあセリフがあるとしますよね。このカット頭からセリフスタートやっていう、まあおじさんみたいなね、書く方いらっしゃると思うんですけど、これはあまり良くないですね。いわゆる絵が変わってセリフを言い出すっていうところ、そこの人間の反応速度の限界を考えてほしいんですよね。僕がよく言う F1、まあ好きなんでね、よく見てるんですけど、F1 の場合に、まあ信号機が全部消えるとスタートなんですけど、全部消えたところでさあ、ゴーっていうところで 0.2 秒以下の場合、これはフライングが取られるんですよね。0秒以上だから、全然いいんじゃないのって思われるんですけど、 0.2 秒っていうのは人間の限界の反応速度を超えているので、それはフライングですよっていうところになります。その 0.2 秒って、じゃあこれで言うと、どれぐらいかっていうと、基本この6コマが24コマをね1秒で割ってるから、ここが 0.25 秒、ここが 0.5 秒、ここが 0.75 秒、ここが1秒なんですね。ってことは、まあ大体4コマぐらいが 0.2 秒ぐらいっていうことなんですよ。ってことは、こっからいきなりスタートしても声優さんもいきなり用意ドンっていけないわけですよね。で、 0.2 秒っていうのは人間の限界の反応速度だから、まあそうすると、まあ大体この6コマぐらいっていうのが通常の会話のテンポとしてはいいんじゃないのかなとは思います。で、もちろんこれが12コマぐらいってなったら、本当にちょっと間があってから言うとかね。で、1秒ぐらいあったらしっかり間を取ってから、もちろん2秒間を取ってもいい場合もありますし、単純にそうだよね、じゃあ今から何か行こうかっていうぐらいの普通の会話だったら、まあ大体6コマぐらいかなと思っといてもらえると、いいんじゃないのかなと思います。じゃあ6コマの感覚っていうのが人間の反応速度っていう話もしましたけど、それ以外にもなんかないのっていうところがあると思うんですけど、人間ってこう目がバーッと開いてて、その後こう閉じ目になって、でまたこう目開けるみたいな、やはり目パチしますよね。で、これが 1,2,3 だとしたら、人間ってどれぐらいの速度で目パチするかっていうところを、まあ、説明していく。まずスタート1で、閉じ目のところ中なし、その後開くときに、大体僕だったらこんな形のシートにするんですね。じゃあここだけで考えると 1,2,3,4,5,6 なので、これが 0.25 秒、いわゆる目が閉じてから開くまでがだいたい 0.25 秒って言われています。もっと実写の方だったらもっと本当は早いんですけど、アニメだとだいたいこのぐらいの秒数感覚で言うと、あ、普通に目パチしてるよねっていう形でスムーズには見えると思います。これが6コマのスピードっていうところなんですよね。じゃあ続いて、12コマのスピードっていうのは、まあどうなるかっていうところなんですけど、次からは例えば、まあ、かわいい5歳児の子が、わーっと、なんか、まあ、歩いてるとするじゃないですか。まあ、よだれ垂れてますけど。まあ、いいや、それは。ポンとして、で、次、ファーっと、シュッと。はい。まあ、次、歩きましたっていう。まあ、これで一歩分ってことですよね。これが、まあ、だいたい5歳児ぐらいだと、だいたい12コマ、まあ、半秒ぐらい、0.5 秒ぐらいっていう形で、アニメの場合はね、テンプレ的な考えの場合は、こんな形にしています。じゃあ、これが、まあ、12コマの感覚。いわゆる、た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 、ぐらいの感覚かなと思います。これが、じゃあ、一応、ある程度、もう、大人になった、まあ、青年ぐらいだったら、どうなっていくのかなっていう。大体ですね、まあ、18コマぐらいかな、みたいな。いわゆる、ザッ、ザッ、ザッ、みたいな形で、歩いていくかな。まあ、もちろんね、早く歩く人もいたりはしますけど、やっぱり子供と大人で分けたいみたいな感じの時は、そんな感じにしています。さあ、その中で1秒半で1歩、
歩くものがあります。皆さん、なんだかわかりますか？チッ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 ポーン。はい、正解出た人いますかね。1秒半で歩く、まあ人間の縮尺がこのぐらいだとしたら、でっかいロボットとかですよね。ただのなんか戦闘員みたいになっちゃってますけど、はい、まあブースターとかつけて、はい、ロボットっぽくっていう感じですかね。こういう場合の、ロボットが歩く場合にはズシンズシンズシンみたいな形で、1秒半に1歩って言われてたりはしていますね。まずは5歳児は12コマぐらいで、青年は18コマぐらいで、ロボットが1秒半ぐらい。まあそんな感じでですね、アニメの場合だと、大体演出さん、アニメーターさんっていうのは、自分のもう体内のところで、そういうもうタイミングができている。いわゆる6コマって、その目パッチするぐらいだよね。で、12コマって、5歳児が歩くぐらいだよね。みたいな、自分の体の中に尺のタイミングがね、入るように、頑張っていきましょう。これを見ているアニメ演出家を目指す皆さんは、仕事をやっていけば6コマ9コマ12コマ21コマ1秒そして2秒3秒の感覚っていうのは必ず体に入っていきますので、頑張ってみてください。今回はシートって何というお話でした。さあ、ここから宣伝です。チャンネル登録よろしくお願いします。そして、この動画いいなと思ったら高評価ボタン、番組の通知が届く、ベルマークボタンをポチッとよろしくお願いします。そして、アニメ演出講座ですね。はい、じゃじゃん、アニメ演出講座、プロとして活躍するためにはアニメ演出講座全12回っていうのが、個人レッスンであります。多分これを全12回やったら、普通に演出はできると思いますので、演出に興味ある方、番組の概要欄の方に、リンク貼ってありますので、そこから、申し込み、してみてください。さらに、けちゃん2076この声を君へ第2期発売決定しました。2020年8月30日発売です。さらにブリアニメーションプロデュース、シシマルわさび VTuber デビューしてまーす。では、ブリオース！ありがとうございました。始まるよ、踊る隙間から。